来週の月曜日からピンチヒッターじゃなくて夏恵子さんの代わりはこの方です。こっちに来てください。はい、ちょっとね細いんで心配なんですよね、スタミナが。スレンダーです、ね。うん、これ勝さんと比べて細いってことなのかもしれませんけど、最後にそんな意地悪言わないでくださ い, ですよ、ね、相対的なもんですからこういうものは、それじゃあ大石めぐみさんに初仕事やっていただきましょうか。来週のお天気ですね。はい、来週もお天気の移り変わりは早そうです。月曜は全国で晴れますが夜にはまた曇ってきそうです。火曜は低気圧と前線が通過して曇り、にわか雨の降るところもあるでしょう。水曜になると再び晴れるところが多くなりますが、木曜になると早くも西から下り坂、金曜は全国で雨が降りやすくなる見込みです。来週の空模様でした。でも勝さんがこれじゃあ任せられないっていう雰囲気で聞いてましたけど、いやそんなことはないです。もうだって初仕事でこれだけできるんですから、ね、うん、さっきのあなたひどかったもんね。もう最後ですから小さいって、まあどうにか人間どうにかなるもんですよ。来週からおいしめぐみよろしくお願いいたします。座っててくださいね。いいんですか。どうぞコマーシャルの後ニュースを続けます。はい。